10分です。はい、お願いします。行きましょう。行きまーす。行きましょう。レッツゴらしく時間通りですよね。まあこの電波受けが遅れてるっていう話もあるんだけど、ね、ああ遅れてますね。これ電波じゃない、多分秋葉原界隈のなんか やましい電波を受信してるんじゃないかな。さあ今回も9回目ですね。はい、はい、じゃあ行きましょう。せーの、キバラジ。はい、今回はキバラジは何かと忙しいあなたにお昼のほっとひとときを提供する気の抜けるラジオです。はい、今日はどんな感じですか。今週の基盤インターナショナルと生中継サービスと FAQ ですね。あ、適宜し最近そういうの CM ないですね。 CM なくても延々延長して、ね、いやいや、あの告知とかがね、あれ CM ですからね。まあ今日はないと思うんですけど、はい、今週の基盤インターナショナル行ってみましょうか。はい、今週の基盤インターナショナル行ってみましょう。はい、キバラジ、はい、キバラジ。はい、今週の基盤インターナショナルはじゃーん、紅生姜丼、通称足田丼のベースにはどこの店舗の牛丼がいいか調べてみたです。体当たり取材ですね。体当たり取材ですね。どっかの芸人ですか。まあ大体そんなノリでやってみました。急所足田丼というかですね、紅生姜丼っていうのは何かっていうと、まあ要は吉野家とか松屋さんとかですね、そういったところの牛丼にこれでもかっていうぐらい紅生姜を山盛りに持って、でこの時にですね、肉が見えてはいけない、それから自炊で作っちゃダメだと。自炊でやると他人の目がないですから、恥ずかしくないので、店舗でやるっていうことをやっている丼ですね。目的としては？いや、これ目的がよくわからないんだけど、なんかツイッター上で流行ってたからやったみたいな感じで、うん、東海大の足田教授でしたっけ？あの方ぐらいが発祥なんじゃないかっていうか、あの方がなんかやり出して割と周りでやってるんじゃないかなっていう。ただ、こう、ただ単になんかこう、紅生姜丼作っただけで盛り上がってる感じで、いやいや、どれがうまいかどうかちゃんと検証すべきだと思ったので、勝手に検証しました。さすがパンダさん。はい。どこの牛丼が紅生姜丼のベースとして一番美味しいか調べてみたと。吉野家、松屋、すき家、中尾、ランプ亭という感じですね、いろいろ食べてみました。これね、おかげで、この週末でやってきたんですけど、ずっと牛丼ばっかり食ってたんで、今、口内炎がね、口の中に3つぐらいできてて、かなり大変な状態です。やってはいけません、はいはい、なのでよいしょ、これはですね、はい、あくまでも紅生姜丼のベースとしての観点です。これからいろいろ点数なんかつけてみたりするんですけど、牛丼としての良し悪しを判定しているわけじゃないので、その点はご了承くださいというのと、あくまでも僕自身、パンダ自身のですね、個人の独断と偏見による基準なんで、あんまりこう目くじら立てて怒んないでねっていうのと、実際問題ですね、僕この時牛丼しか食ってなかったんで、かなり体調崩しました。よいしょ、真似しないでください。特に後半はね、実は最初のね、パン紅生姜丼と最後の紅生姜丼では同じ生姜丼でもね、味が違った感じに、ね、後半はね、口内炎できてたから紅生姜が普通に辛かった、はい、では実際どんなレポートだったか見てみましょう、はい、じゃーん、いつやってやったぜって感じですね。はい、まず最初は松屋さんに行きました。松屋院大手町でですね、これは実は先週の金曜日に行ってきたんですけど、キャラとか予行演習と本格調査は明日からやりますよと。でとこの写真見てもらえば分かるとですね、もう紅生姜山盛りです、うん、なので当然のことながら紅生姜の味しかしませんでした。でなので松屋さんってこれ標準で頼むと味噌汁つくんですよね。つけますね。なので味噌汁がオアシスだった、超うまかった、うん、でただ今回はですね、この店舗のせいかもしれないですけど、ちょっとご飯が柔らかったのが残念だったなという感じでした。はい、でまあ、加えたようにですね、ここで食べたのを基準に今後見ていってる感じです。で次、翌日ですね、今度は、吉野家さんに行ってみました。紅生姜丼 in 吉野家秋葉原ですね。実はこの秋葉原界隈かなり牛丼屋さんが多いので、うん、近距離でいくらでも食べられるってなかなかメリットがありました。で、昨日と違いですね、肉の味がちゃんとした。肉の味がさすがにうまいっていうのは言い過ぎだったんだけど、これは結構いけた。紅生姜のさっぱり感の中にちゃんとね、牛丼っぽい味がして、これはいけた。それから
吉野家さんは味噌汁ついてこないんだけど、お茶がついてくるので、うん、合間に含むお茶の清涼感がたまらなかったです。お茶超うめえっていう感じですね、うん、なのでここは結構良かったです、吉野家さん。次すき家紅生姜丼インすき家。実はね、吉野家のすぐ100メートルぐらい隣にすき家あるんですけど、吉野家で食べたすぐ後に行ったんですね。ああ、ちょっと無理よ。あ、これ無理でした。しましたね。はい。で、正直でね、もう食べるのが辛くて、これ今回はすき家の底の丼にしてるんですけど、最後に食べてた時にすき家ってロゴが見えた時に、もう本当に光が差したような感じでした。なのでちょっとこの状態で、すき家さんについてうんぬん言うのは失礼かなと思ったので、これ再選です。なるほど。はい。なんかこうしてる間もお昼の時間なんで、お昼を食べてる方いらっしゃると思うんですけど、ね、はい、ぜひね、紅生姜丼チャレンジしてみたい。しなくていいですね。いや、と言いたかったんですけど。ああ、残念ですね。次、ランプ亭さん。あ、ありますね。はい。ランプ亭もですね、ちょっと松屋と同じで、口の中にとにかく紅生姜の味しかしなかった。紅生姜っていう感じで、紅生姜の弾幕っていう感じですね。あえて紅生姜を薄いところ、どうしても食べてるとムラができるじゃないですか、はいはい、であえて紅生姜が薄くなったところをさらさないと、肉の味がしなかった。ちょっと悲しい感じになったんですけど、ランプ亭さんの時のポイントは、ランプ亭これお茶いくらでも飲めるんですよ。注文おかわりとかって言わなくてもお茶がいくらでも飲めるので、そこが良かった。あと基本的になんかこう店員が後ろの方に行っちゃってるので、あまり恥ずかしくない。そういうメリットはありましたね。まあでもちょっと紅生姜だけだったので残念だったな。何が食べたかったんですかね。紅生姜の味を企画してたのか、肉との、いや、もう全体的にうまいかどうかを確認してるので、ちょっとね、紅生姜の味しかしなかったので残念、個人的には残念だった。次、中尾。中尾、ああ、中尾ですか、はい。今度はですね、中野に行って食べてきたんですけど、実は僕の中では中野っていうのはうどん屋のイメージだったんで、そうですよね、まあちょっとどうでもいいかなと思ってたんですね、失礼だけど、うん、でも案外うまかった。ほうほうほう。なのでこれは中野さんだと本当はうどん、ミニうどんとかつけられるんで、これミニうどんとかつければ普通にうまいんじゃないか、まあちょっと今回の趣旨が違うんでつけなかったんですけど、結構 うまかったという感じですね、うん、なので、これらいろいろ食べてみた結果総括すると、これ結構レアな報告ですね。はい、じゃーん。こんな感じ。まあ反応薄いな。やっぱりね、ちょっと松屋とかすき家とかっていうのは、紅生姜の味しかしなかったんで、俺は超紅生姜好きだって人じゃなければ、あまりおすすめはできない。初回の松屋は実は基準点だけど。基準点だけど、一番ちょっと残念な感じだった。うん、で、実は松屋、すき家、ランプ亭は全部紅生姜の味しかしなかったんで、同じなんだけど、ランプ亭はお茶飲み放題だったから 0.5 点プラスした。であとは普通に食べ物として中尾、吉野家はうまかったので、僕の中ではこんな点数です。自分の中では美味しく食べられれば紅生姜丼でなくてもいいんじゃないかなと思いました。まあそうね、そうとも言う、はい、まあ、そんなわけで紅生姜丼をこれから試したい人はぜひ吉野家に行ってください。はい、っていう感じですね。はい、あとね、これさらにね、実はこれ聞いてる人だけの付加情報があるんですけど、なるほど、はい、吉野家、僕これ食べに行った時は実はセールとセールの間で370円払いました、はい、でも今は20日からは確かね、この近辺の一部店舗はね安くなってるんで270円のはずなんで、はい、今お買い得ですよっていうのと、うん、あとすき家さんは実は生姜をつまむフォークが、うん、フォークっていうか箸、トングですね、トング、あれがねちっちゃいんで弁償がやりづらかった、はい、やりづらい、はい、他の店舗は結構でかいトングなんでいくらでもかけられます、うん、はい、まあそんな感じ。わかりました。はい。はい、ということで、レポート終わりです。さすがパンダさんですね。はい。はい。まあ、もう一回、あくまでも紅生姜丼のベースと個人と偏見なんで、あんまりびくじは立てて怒らないでね、ということです、はい。はい。どうもありがとうございました。はい。というわけで、